駒ま団山は、和歌山県田辺市と奈良県吉野郡戸塚川村,村との県境にある山である。標高は1372メートル。紀伊山地に属する。落ち伸びた平これ森が高野山を経て逃れてきた時に、平家の命運を占うため、ここで駒を炊いたとの言い伝えからこの名がついた。和歌山県の最高峰であると言われてきたが、国土地理院が2000年に、 駒ま山の東方約700メートルの峰の方が10メートル高いことを確認し、和歌山県の最高標高地点となる、この峰は、龍神学と命名された。いずれにせよ、和歌山県で最も標高の高い一帯であることには、変わりなく、周囲は四方八方同じような1000メートル級の山々に囲まれている。高野竜神スカイラインにより、 山頂近くまで車で行くことができるが、南国の和歌山県にあって陶器は、常時積雪がありチェーン着用及び二輪、通行禁止の通行制限がなされる。バス停留場の付近には駐車場があり、また、土産物屋と共に、ゴマサンスカイタワーという展望塔があり、天気さえ良ければ、遠くまで、キー山地の山々を眺めることが可能で、さらには、キー水道も望める。さらに、 そこからは、うなばやしの間の整備された遊歩道をたどって、すぐに山頂まで歩くことが可能である。なお、かつては、標高1000メートル以上に広く、うなばやしがあったが、スカイライン周辺から腰が広がっており、現在ではごく一部が残っているのみである。ありがとうございます。